一安田生命 J1 リーグ。自動降格圏17位のジュビロは必勝を期しましたが、1点をリードされ迎えた後半5分、さらに45分にもゴールを許し3失点。それでもアディショナルタイム、こぼれ球を上原が押し込み意地を見せますが、痛い連敗、最下位に順位を落としました。そして試合終了後の監督会見、今日のゲームに関しては、もう勝とうが負けようが、ここで辞任するのを決めてました。まず、チームの成績がもちろん上がっていないこと、それから苦しかった時期に、楽しそうにサッカーをやらせてあげられなかった、まあ、そのけじめを、自分自身がつけなきゃいけないなというふうに思ってます。2014年、不振のチームを立て直すべく、シーズン途中でジュビロの指揮官に就任した名波浩監督。どこまで立て直せるか、それからどこまで強いチームを作り上げられるかというのはもちろん未知数です。ただ今の選手と一緒に、やっぱり素晴らしいサッカー、美しいサッカーを目指してやっていきたいという気持ちは非常に強いので、この年4位で J1 昇格プレーオフに進出するも、後半アディショナルタイムにまさかの決勝点を許し、あと一歩のところで J1 昇格を逃してしまいます。それでも翌年、敵地大分でのリーグ最終節、後半アディショナルタイム、上田のクロスに合わせた小林、2年連続のアディショナルタイムでのドラマ、今度はジュビロが劇的勝利、2年ぶりに J1 へ返り咲きました。今日の朝、大分と昇格野球ゲームを見て、あれでちょっと泣きましたよ。2017年には監督自ら交渉に出向き、元日本代表中村俊輔選手を獲得。黄金の左足で得点を重ね、シーズン総得点の半数を演出しました。さらには堅守速攻のサッカーがハマり、 J1 リーグ最少失点で6位と躍進。ジュビロの未来に大きな希望を抱かせました。しかし去年、荒井優斗をはじめ主力選手の長期離脱が相次ぎ、リーグ16位。今年は深刻な決定力不足に陥ったジュビロ。川崎に敗戦した前節、3勝5分け9敗で最下位へ転落。およそ5年に及んだ七海ジュビロは終わりを告げました。やっぱりサッカー人として、それから自分が愛するクラブとして、強くしたい、良くしたいっていうことを常に念頭に置きながら、ずっとこう戦う最前線で戦ってきたと思うんで、そういう思いで、まあ、いろんな言葉をね、選手やスタッフと接することができたんじゃないかなと思ってますけどね。チームマネジメントは非常にもう自分自身も自信持ってますし、コミュニケーションというところでも良かったと自分では思ってます。ただ昨年の末に服部清香本部長や、当時の木村社長にも言いましたけど、まあ、勝たせる監督ではなかったなと。彼の、サッカー選手としての、生活は時間はまだまだ終わらないですし、真摯にサッカーと向き合いながら、それから先ほどから何度も言ってる楽しくサッカーやる姿を、サポーターに見せてくれればいいなというふうに思ってます。一番教わったものというか、やっぱり真由美さん、常に選手がストレスなくやれるようにいろいろ考えてやってくれましたし、だいぶ監督に守られてきた部分は選手だったと思うし、この
その結果は、選手の責任だと思いますしね、一人一人がしっかりこうここでやめなきゃいけなくなった監督の気持ちを考えて、まあ、次に、次の試合にしっかり臨みたいと思います。2012年から2016年までジュビロに在籍した小林勇気選手は SNS で、腐っていた俺を常に温かくも厳しく、時には監督目線で、時には親父のように接してくれた七海監督を尊敬しています、ありがとう七海監督と感謝の気持ちを綴りました。今週火曜日に行われた新監督就任会見。最下位なのは今の現実なんで、もう上に這い上がるしかない。チームの再建を託されたのはジュビロ一筋の男、鈴木秀人新監督。テスト生としてジュビロに加入、チームの黄金時代を築き、引退後もコーチとして七海前監督を支えてきました。こういうタイミングで自分がやるのも運命なのかな、この雑草魂ですか、そういうのをしっかり選手を植え付けたり、自分でもそれをうまく生かして残留に向けて頑張っていきたいというのはあります。いきなり今のこのタイミングで多くのものを変えても選手が混乱するだけなんで、まあ前監督の成さんが積み上げてきたものに対して、まあ、自分が少し足りなかった部分というところを少し着手しているところです。会見から一夜明けたおととい、鈴木新監督の初陣となる天皇杯2回戦が行われました。この試合、前への意識を出すジュビロは前半27分自陣でボールを奪いカウンター、森谷から大久保へ、ディフェンスを引きつけヒールで太田、そして中山がドンピシャヘッド、鮮やかに先制ゴールを奪います。同点に追いつかれて迎えた後半9分、コーナーキックに合わせたのは中山。今季公式戦初となるセットプレーからのゴールで勝ち越します。セットプレーで決めるだっていうのも自分にとっても大きいですし、チームにとってもプラスになることかなと思います。その後再び追いつかれたジュビロは16分、山本のパスを受けた森谷、右足を豪快に振り抜き、移籍後初ゴールで再び勝ち越します。コウスケがワンタッチで出してくれることによって時間もできましたし、まあ、自分の選択肢もすごい増えたので、コウスケに感謝したいなと思います。これで勢いに乗ったジュビロ、19分のコーナーキック、こぼれ球を森下、アディショナルタイムには中山がこの試合3点目を決め、ハットトリックを達成。決定力不足を払拭する5得点を奪い、鈴木監督の初陣を勝利で飾りました。チームが心機一転前に進むためにこの勝利というのは非常に大きかったと思います。得点力不足と言われている中で点もいろいろな形で取れたし、この勝利を次の鹿島戦でしっかり勝って、本当にこの試合がいい流れを作ってくれたんだなっていうのをしっかり伝えるように次の試合頑張っていきたいと思います。